はい、こんにちは。今日は YouTube のコメント欄からのご質問にお答えいたします。ご質問は、日本の若者の恋愛離れについてどう思いますかというご質問です。まあ、そうですね、まあ、最近なんかね、よくそのニュースとかで最近のね、日本の若者の恋愛離れが懸念されるとか、まあ、セックス離れなんじゃないかとかね、まあ、そういうふうに言われてるわけですよね。で、ついこの間も、まあ、テレビのニュースとかでよくやってたんだけど、まあ、内閣府の調査で20代男性の、配偶者恋人のいない割合っていうのが出て、それがね 65.8% だったんですよね。あとは、4割はデートの経験がないっていう、まあ、データが出たわけなんですけれど、まずね、この配偶者恋人のいない割合、20代男性 65.8%、これね、別にね、そんなにね、高くないんですよ。まあ確かにね、2000年代、まあ、ちょうど僕らが20代の時は、今の若い人たちよりももっと恋愛頑張ってたっていうのはあるんですよ、多少。僕ら、ね、団塊ジュニアの世代が20代でバリバリ恋愛頑張ってた時って、なんか恋愛ブームだったんですよね。まあ、アンアンとか、あとホットドッグプレスとかさ、ポパイとか、まあ、そういう雑誌をさ、読み漁ってさ、その女の子を口説き落とすにはどうしたらいいのかとか、どうしたら彼女ができるのかとかね、まあ、そういう特集ばっかり で恋愛ドラマとかもめちゃくちゃね、流行ってたし、なのでね、僕らの世代が多分最強だったと思うんですよ。だけど、それよりちょっと前の世代、それと比べるとね、この配偶者恋人のいない割合、20代男性 65.8% って、まあ大体普通なんですよ。で、2000年代、僕ら の20代の時は、大体ね、その今よりも7ポイントぐらい、まあ、低かったかな。それだけ恋愛頑張ってたから。だけどね、例えば1980年代、まあ、1987年とか見ると、まあ配偶者恋人のいない割合、20代男性、まあ、大体ね、今と同じぐらいなんですよ。はい。でね、まあよく言われてるのが、そのいつの時代も恋愛しているのは、まあ、大体3割ぐらいだと、っていうのがあるんですよ。恋愛強者3割の法則っていうのがあるんですけれど、まあ例えばね、その20代のね、男女とか見てもね、結局彼氏彼女のいる人たちって、まあ男は、まあ、イケメンで、まあ、かっこよくて、で女性の扱いが上手でね、なんかイケてる男性で、彼氏がいる女の子はとにかく可愛い子、そういうその恋愛強者、上位3割の恋愛強者っていうのがあって、その人たちで恋愛してるんですよね。あとは恋愛弱者、3割論っていうのもあって、その残念なことに下の方3割の人たちは、まあ、恋愛ができないと。で、真ん中4割は、まあ、中間層、まあ、たまに彼氏彼女ができたりっていう感じで、まあ、結局ね、いつの時代もね、恋愛してるのはね、大体上位3割なんですよ。なので今でも20代男性の配偶者恋人のいない割合 65.8% って、まあ、大体こんなもんなんですよね。まあ、1980年代と大体同じなんです。で、その配偶者恋人のいない割合っていうのは、まあ、1982年ぐらいから、まあ、データがあるんですけど、そのデート経験があるかないかっていうのはですね、ちょっと僕が調べた限りでは昔のデータっていうのがないんですね。で、まあ最新のデータだと、20代男性4割はデートの経験がないっていうことなんですけど、まあこれはこんなもんなんじゃないかなって思います。なので、まあ、1980年代でも、まあ、大体20代男性4割ぐらいの人はデートの経験がなかったんじゃないかなって思います。なので特別今の若い人たちの、 その恋愛離れがその目立つっていうわけではないと思います。まあ、昔からこんなもんで、まあ2000年代ね、僕らが20代の時が多少ね、恋愛頑張ってて、恋愛ブームで頑張ってた分、ちょっとだけ、まあ、7ポイントぐらい、その彼氏
あれですよ、20代男性の配偶者恋人のいない割合が、まあ、7ポイントぐらい、まあ、低かったって、まあ、それぐらいなんですよね。うん、あとはその残念なことに恋愛弱者3割論っていうのもあって、そのセックスの経験、まあ、何歳ぐらいかっていうデータっていうのは結構昔からあるんだけれど、それを見るとね、その25歳まで童貞の人ってほとんどの人が一生童貞なんですよ。まあ、そういう人たちがね、大体3割弱ぐらいいるんです。なので、まあ、恋愛弱者3割論っていう、まあ、言葉もあるぐらいなんですよね。まあそんな感じなんですけれど。という感じで、なので、まあ、結局よくテレビでね、最近の若い者はその恋愛もできないとかね、まあ、そういうふうに言われてるじゃないですか。若者の恋愛離れ、あとはまあ車離れとか、あとテレビ離れ、車離れ、テレビ離れは本当だと思うんですけど、恋愛離れっていうのはそんなに心配しなくていいと思います。今でも若い人たちは、上位3割の人たちはすごい恋愛してますよ。はい、なので最近の若いもんはっていうのは、そういうのをテレビでやると視聴率が上がると思うんですよ。結局テレビ見てる人って、若い人たちってテレビ見ないじゃないですか。だいたいその40代50代60代70代とか、それぐらいの世代なので、若い人たちをちょっとね、下に見る、最近の若いものはダメだって、俺たちの時代はもっと頑張ってたっていうふうにすると、その世代が喜ぶので、まあ、そういう感じでなんかサービス的に誇張していってるんじゃないかなって思います。あとはその少子化対策がうまくいってないじゃないですか。政府の少子化対策もうまくいってないので、まあ、それのスケープゴートとして最近の若者の恋愛離れが懸念されるとかね、まあ、そういう方法に持ってってるんじゃないかなって思います。まあ、結局何が問題かっていうと、少子化なんですよね。で、まあ、確かに今合計特殊出生率が、まあ、大体 1.3 ぐらいなんですよね。なのでどん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 生まれてくる子どもが減っていって、まあ、人口が減っていくと、まあ、少子高齢化がどんどん加速しているわけなんですけれど、まあ、結局これ何が問題かっていうと、まあ、何が原因かっていうと、若者の恋愛離れは関係ないと思うんですよ。それよりも結婚する人が減ってるっていうことの方が問題なんですよね。うん、昔はもっとみんな結婚してたんですけれど、今とにかく結婚しない人が増えたんですよね。で、合計特殊出生率は確かに下がってるんですよ。今 1.3 ぐらいしかなくて、で、まあ昔はね、一昔前1960年代ぐらいは合計特殊出生率、まあ、2ぐらいあったんですけれど、その合計結婚出生率を見ると、今と1960年ぐらい比べるとね、そんな変わってないんですよ。だいたい2ぐらいあるんですよ。今でも、昔も2ぐらいあって、今でも、今だと2をちょっと切るぐらいなんですけど、まあだいたい結婚すると今でも2人ぐらい子供を産むんですよね。だから結婚して2人子供を産むっていうのは、今も昔もそんな変わってない、ほとんど変わってないんですよね。で、結婚する人が減ってしまったから、合計特殊出生率が下がって 1.3 になってるんですよ。まあ結局昔はほとんどの人が結婚してたんだけど、今結婚しない人が増えちゃった。それがまあ少子化の大きな要因の一つなんです。まあそれ以外にもね、少子化の要因ってね、いっぱいあるんだけど、やっぱり結婚する人が減ったっていうのが一番の要因だと思うんです。じゃあなんでね、結婚する人が減ったかっていうと、それは若者の恋愛離れとか関係なくて、その一番の要因はね、お見合い結婚が減ったってことだと僕は思います。でね、これデータ見ると、1945年のデータ見ると、だいたいね、70% ぐらいはお見合い結婚なんですよ。で、恋愛結婚は 13% ぐらいなんですね。ほとんどの人はね、昔はね、お見合いで結婚したんですよ。で、トータルで見るとほとんどの人は結婚するわけですよね。それでね、で、今見るとね、今お見合い結婚ってね、 6% ぐらいしかないんですよね。で、恋愛結婚が 88% なんですよ。だからほとんどは恋愛結婚で、お見合い結婚はもう本当ごくわずかになっちゃったんですよね。なんですよ。だから恋愛を
しないと結婚できないんですよ。で、最初に話した恋愛弱者っていうのが大体3割ぐらいいるんですよね。だけど昔は恋愛弱者でもおそらくお見合いで結婚してたと思うんですよ。まあ、そろそろね、適齢期なのでね、結婚しないといけないよね、いい人がいるから紹介しようねって、昔はそういうことを普通にやってたんだけど、まあ、最近のはね、そういうのは古臭いとか、なんか親が結婚相手を決めるのはね、良くないって、私は自分で探したいとかね、そういう人たちがまあ増えてきたんですよね。なのである時を境目にお見合い結婚よりもその恋愛結婚が増えて、で今はもうお見合い結婚 6% しかないんですよ。なので、あの、結婚する人が減ったんだと思います。はい、なので今はね、お見合いがない分、まあ、結婚相談所とかね、マッチングアプリとかあるんだけど、やっぱりね、お見合いに勝るものはない。お見合い結構いいと思いますけどね、その親同士で、あの、結婚相手をね、決めていかがですかって合わせてね、それでマッチングするっていいと思うんですよね。だってまず親は大賛成してくれるし、親は支援してくれるわけなので、その障害がない分ですね、その結婚してですね、その2人がちょっとうまくいかなくても周りが支えてくれるとそれなりにうまくいくんですよ。なんか結婚ってね、めちゃくちゃ大変なんですよ。その知らないというか、他人同士のね、男女がね、くっついてずっと一緒に暮らしてくってね、あの、ものすごい大変なことなんですよ。忍耐力が、あの、必要なんですね。なので親がね、周りでね、支援してくれて固めてくれるってね、あの、すごく心強いと思うので、むしろ親に反対されてね、恋愛結婚して、で仲いい時はいいんだけれど、で2人の仲がうまくいかないと、親はですね、だったら別れろってね、引き離されて、で結局お父さんお母さんのところに戻っていくっていうことになるので、お見合いってね、悪くないと僕は思うんですけどね。お見合い結婚が復活すれば、あの、少子化かなりですね、食い止めることができるとね、僕はずっと思ってます。まあ、それ以外にもね、少子化の原因っていっぱいあるので、また前にも話したんだけどね、またいつかね、そのアップデートして少子化対策のことをお話ししようと思います。はい、ということです。ご視聴ありがとうございました。